花尾弥郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。一週間ご無沙汰しております。今日は、ゲストいらっしゃらないときは、金尾魂、金曜日魂、金玉と言いますけどもね、滑舌よくね、すでに悪かったり、滑舌が言えなかったりするんだけど、それ、はい、高橋真子さん、はい、どうもこんにちは、よろしくよろしくお願いいたします。はい、いいトレーナー来てるじゃないですか。そうですか、これね、これ着るとちょっとなんか強くなった気がする、ね。そう、USA 大山ですね。はい、これもね、僕らもね、常に運動するとき着るのよ。あ、なるほどね。USA チームをね、お友達いますので、はいはい、ね、なんかこう、早く強くなったように僕もね、強くなった気がしますね、気がしますよね。夜の街とかこれ着てると、避けていきますよ、ね。みんな人が避ける。防寒着じゃない。あれすごいね、 USA 大山空手のね、まあ知り合い USA チームいるんですけども、うん、あれすごかったね。なんかね、たけしさんのね、たけしさんも来て、ね、ラジオに来ましたけども、うん、野沢さんのね、野沢さん、野沢直子さんのお嬢さん空手やってるんだよね。あ、なんか出てました ね、ヤフーニュース、ね、ヤフーニュースに出てて、それが教えてんのよ、たけしさん。そうなんだ、サイズだけですもんね。今度だから試合出るみたいなね。そうだね。ね、なんか出てましたけど、ちょっと確かな情報じゃなくて。あ、そうなの。あ、嘘だ。嘘じゃないけど。はい、という松下俊美さんです。どうも。松下です。うん、松下です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、ちょっとね、先週からね、動脈硬化。動脈硬化って危なくないですか。っていうかね、ね、動脈硬化って危ない。目がね、出血したんだけど。そう。うん、それで目から血が出たの。いや、ね、血は出ないんだけど、もう塊になっちゃうのよ、左目が。あ、そうなんだ。で、たまにそういう人いるらしいんだけど、うんうん、そしたらさ、うん、めったに僕医者行かないじゃん。はい、で、あんまりひどかったから行ったんだけど、行ったらさ、うん、ひょっとして、おっきな声出したりしてませんかって。それがダメなんだよ。いや、ね、うん、かがんで、力んだりとか、とかいう感じの時に、うん、要するにほら、血管が柔らかい人だったらいいけども、はいはい、僕もある程度ね、うん、年齢が来てちょっと硬くなってるんで、そういう人はね、切れるんだって。あ、そうなんだ。うん。九州弁でオラブって言いますけどもね、だからいつも、あーが、いや、だから、ちょっと、ね、東京の方だから、うん、先生だから、うん、おらんでませんかは言わないよ。言わないけども、ちょっとびっくりしたもんね。うん。でもね、一週間ぐらいしたらもう、だいぶいいです。あ、よかったよかった。はいはい。もう。危ないね。ね。いや、でもね、年取ってくるといろいろあるけど、まこちゃん、全然平気だよ、ね。関係ない。ねえ。どっこも悪くないよ。ねえ。お酒とかタバコとかね、やってないもんね。酒、タバコ、まあ、まあね。ね。もろもろ。まあ、もろもろね。でも、まあ、お酒もね、ちょっと控えたりなんかしてるんですよ。あ、そうなんだ。そう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 。いや、本当に、ね、できるね。うん。なんていうかな、うん、もうずっと飲み続けてますけど、一日も欠かせなかったのよ。あ、そうなんだ。うん。じゃあ、3日ぐらい欠かしたらね、うんうん、ちょっと調子がいいね。欠かしたらって。最近タバコもやめたよ ね。いやいやいや、やめたよね。できるだけ控えようと思ってね。だからもうほら、全部すべてやめますなんか言ったらさ、それ言わない方がいいね。そういうのはないんですけど、ちょっと控えていこうかなと思ってね。楽しいね。だんだん僕もまこちゃんにこう近づかないとねと思いますけどね。俺に近づくとやけどするよ。かっこいい。うまいな、高橋まこさんね。来てますけども、ファックス続々とね、来てますよね。今日何からいきますか。どうしますか。久しぶりですね、金玉っていうのも ね、うん、どうしようか、まあ、ゆったり今日はね行きますか。私の青空かなんか行きますか、ね、どうでしょう今日。ここね、3日ぐらいもうすごいいい天気で、いい天気ね、天気いいから ね、私の青空行きますか。
ということで私の青空見えましたでしょうかというね、感じですけども、外の人がなんかびっくりして通り過ぎて何やってんだろう昼間からみたいなね、感じですけども、あ、ファックスじゃあ松下さんの方からご紹介いただきましょうか。はい、清水佳代子さんからいただきました。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、うん、キキさん、こんにちは、はい、今日は久しぶりの金玉ですね、うん、お花見など行かれましたか？お花見ね、はいはいはい、はい、本日は、桜満開の時期にぴったりな御三家の初恋話などいかがでしょうか？淡い思いが、蘇りますね。リクエストは何でも OK です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。来週フライデーお会いできる日を、できる日まで体調を整えている清水佳代子さんです。そういえばね、あの、来週ね、横浜のフライデー。4月19日。19日ですね。はい、これは。水曜日。ね、水曜日ですね、はい、横浜フライデーというところね、まあ、老舗のライブハウスですよね。はい、そこはね。あの、先週のゲストのね、あの、違う。何回ゆうたろうさん。何回ゆうたろうさん。何回ゆうたろうさんもね、昔はあの、フライデーね、あの、出たことありますっていうことで、そこはね、4月19日、チェキラっていうね、バンドと一緒にね、ジョイントをやります。ぜひね、お越しいただけたらと思います。清水さんも元気になってね、久しぶりにね、元気な姿を見れるかなっていう感じですけどもね、楽しみにしております。はい。初恋話などいかがでしょうか？初恋はね、覚えてますか？覚えてますよ。僕絶対忘れない。本当に？あのね、初恋、どれが初恋かな？実はね、僕、うん、ちょっとあんまりなかいつまんで言うと、初恋の人は小学校の時いたんですよ。あ、そう。それでいたんだけども、中学に入って、小学校の中学か。中学に入っていたんだけども、その僕の友達がね、ちょっとその、あの、問題児っていうか。うん、で、だから、あの、学校の先生から頼まれて、うん、で、僕、運動クラブやってたんで、うん、そこにちょっと入れてくれって言って、で、ちょっとやんちゃな子だったのよ。うん、で、学校に来だしたりなんかしてて、うん、で、その子に相談があるって言って、金尾くんちょっと、そしたらさ、うん、僕の初恋の人を好きだったのよ、はあ、それで僕はずっと言えないまま来たんですよ、うん、それで、あの、名前ははっきり覚えてる、うん、それではっきり覚えてるそれで、でも、それでですね、うん、そのまま来たんだけども、うん、もう何十年も経って、うん、あの、実家というか、あの、九州帰るじゃないですか、うん、その時に、あの、ばったり会ったの。ほう。クラス会かなんか、その、何人かね、集まって。で、その人と出会ったわけですよ。はい。で、その時に、そういう初恋話が出たのよ。うん。そしたら、その人の初恋の人が俺だったわけよ。なんと。いい話じゃん。いい話だ。本当にね。ねそう、本当の。すごいね。そう。だからね、ちょっとね、びっくりしましたけども、だから、僕はそういう初恋の思い出がありますね。中学生？中学。誠さんは？俺、もう覚えてねえよ。よく幼稚園の先生とかね、あるじゃんね。ね、何が初恋なんだろう。初恋が分かんないね。何なんだろう。松下さんはどうですか？私ね、どれか私も分かんないんだけど、多分、小学校1年生ぐらいの時の、うんに音楽の指揮とかあの鼓笛隊とかやってた先生だったような気がする、うん、親戚のうちに下宿してて、うん、その人が初めてギターを私に聴かせてくれたの、うん、そっからギターとかを知ったし、うん、多分その先生じゃないかな。結局親戚のお姉さんと結婚したんだけどさ、うん、あ、そう、そう、もう亡くなって、親戚の方になったの、うんうん、そう、いやいや、その先生は違いますけど、下宿はしてたんですよ。あ、そういうこと。親戚のお家にね、うん、でもね、亡くなったんですね、去年。そうなんだ。多分ね、あの先生だなと思って、うん、ギターが好きとかそういう風になったのはね、うん、うん、そんな、ね、思い出した、うん、まあ、それぞれのね、あの、初恋、うん、とかってあるんですけども、なんかやっぱそれ思うとね、僕もなんかこう思い出すよね。キューンとします。キューンっていうかね、あの、その当時のやっぱり僕らの、まあ、僕が生まれたところが割とちょっとその川筋片木というかね、そういうところでしたから、うんうん、
そういう思い出が思い出しますよね、いろいろね。あの川杉かたぎってどういうんだろう、川筋ってかたぎ、川筋、まあ、かたぎっていう川筋門って、ほらこの前、うん、ほら桑田靖子さんも言ってたでしょ、桑田靖子さんも川筋ねって言ってた、うん、どういう気象、まあうん、まあ気象ですね、うん、まあでも人がいいよねみんなね、うんうん、そういうちょっと男っぽい感じですね。スパッとしてるんだ、うん、本当はね、本当は、ね、九州の女性はしっかりもんね、うん、男は本当はちょっと甘えてるっていうところがありますもごもごしどろもどろになりましたけど ね他は来てますでしょうか、ね、今日今日ミキさんからあミキさん来てますか博多の、はい、加納さん誠さんとしみさん山田ディレクターこんにちは、はい、ポカポカ陽気の博多です、うん、日曜日には、夏日かっこ25度まで気温が上がるとか言ってます、今日は忌々しい熊本地震が発生した日ですよね、うん、今日だったんだ、今日だね、そうか、個人的には熊本大分地震と言ってほしい気もありますが、うん、とにかく自然災害には人間なんてひとたまりもないことを改めて感じるとともに、うんうん、その自然を人間のエゴで無理に変えてはならないと強く感じます、うん、ところで今日は久しぶりの金玉ですね、はい、しかし本当に前回からのゲストはバラエティに富んでいて豪華でしたね、うん、武田和夫さんの時はなんだか感動でビビって聞いてましたし、富磯部さんの時は名前を呼ばれる前に、うん、オイラと分かっていただき感激しました、桑田靖子さんの明るさにこっちまで笑顔になれましたし、うん、南海雄太郎さんの時はまるで居酒屋で大騒ぎしているような雰囲気に笑い転げながらこちらも昼間からうなますセルベッサー、お酒をもう一杯状態でしたね、うん、これスペイン語でしょうね、うんうんうん、これからもコテッちゃんやカラスさんなど続々登場するし楽しみです。今日はお三方の楽しいダラダラ放送を楽しみますね、うん、かっこ失礼リクエスト、カナオさんファニーエンジェルユー、うん、誠さんアクロスザユニバース、トシミさん骨まで愛して、うん、だけどいつも通り何でも OK です。はい、毎週 ねお楽しみいただいてます。博多のミキさんですけどね、ありがとうございます。ミキさんもそろそろあれなんじゃない、きっちりいい感じの仕事が、ね、頑張ってほしいと思いますけどですね、それぞれねいろんな、まあ、ミキさんもそうだし先ほどの、清水さんもねラジオお聞きになってねますます元気にね頑張ってほしいと思いますけどもですね、はい、はい、PS、うん、先週ひとみちゃんとおがちゃんに会ってきましたよ、うん、変わらず元気いっぱいのネイティブぶりでした、うん、そして司さんお誕生日おめでとうございます。今日司さん誕生日だ、ね、鈴木司くんってね、おめでとうございます、ハムニカのねブルースハープの司さん、ね、ね、お誕生日おめでとうございます、もう一つじゃあ続けていきます、またいやそれ後でしましょう、後にしてくださいよ、間っていうのがあるんですよ松下さん、いいですか、この辺でもうまこっちゃんの歌聞きたいわけよ俺、まこさん今日はどういう感じにいきましょうか、まあ、最近のほら蓮見さんもそうだし、うん、はいはい、この曲を作った石田君、石田俊一くんっていう方なんですが、チップスっていう会社をやりながらやっぱ自分でバンドをやってて CD も出してみたいな感じ、うん、え、そうなんだ、うん、あ、ごめんごめん、これマイクこっち、ボーカルマイクにしましょう、うん、こっちに変えます、これをボーカルにしてください、はい、これをっていうのがすいませんね、マイク1です、はい、お聞きの皆様はこれをとか言ってますけども、この4本のマイクでね、はい、こうやって毎週ね、うん、やらせていただいてますけども、石田さんっていうか、うん、石田、うん、確かにの曲なんですが、うん、ここのとこ最近彼のバンド 3G ルーザーっていうのがあるんですけど、はいはい、それと一緒にやったりゲストで、ね、出してもらったりしてて、うん、で結構その CD の中にこれ入ってるんですが、うん、いい曲なんで、うん、俺は絶対こういうタイプの曲は作らないし歌わないなっていう感じの曲だから面白いだよね、なんかね、そんな感じ、こんな感じの曲、夢のかけら、夢のかけら、
いつの間にか眠りについてたのさ。汚れたままでべ嘘吹いて生きてくのはもう無理になり始めたよ。それしかできない俺だから君は黙って聞いてくれた。悲しい時もほんの少し見させておくれ。たった一つの擦り切れた夢のかけらも苦しい時も心配することなんてないさ。きっと二人同じ夢を見るから苛立つ気持ち癒せもせず、そんな時はこのオルゴールの蓋を静かに開けるのさ。笑えない今日の日にはもう腐り始めたよ。そんなこと言い出したなら君は必死に微笑むのさ。悲しい時にもほんの少し見させておくれ。たった一つの擦り切れた夢のかけらを苦しい時も心配することなんてないさ。きっと二人同じ夢を見るから、きっと二人同じ夢を見るから、きっと二人同じ夢を見るから。はい、はい、夢のかけら、夢のかけら、ね、なかなかね、いい歌ではないですかね。悲しい時も、あ、失礼ありがとうございます。悲しい時も、いやいや、もうあの僕コーラスがね下手くそですいません、いつもね、でもこういう生放送をやってると。うんうん、あの慣れてきますよね。そうだね。あのトライをしてこの歌でも詩が伝わってくる、すごくすごい、ねね、風景としてね、自然なね、あの自然な情景で。ただだから、まあ、石田君本人が歌う歌い方通りとはまた違うと思うんですけど、うん、本人の歌もいいですよ。うんうん、ぜひぜひ、ね、どういう編成でやられてるんですか。今はね、編成って彼がボーカル、まあ、ギターも弾くんですけど、あとはギターとベース、うん、ドラム、そしてキーボードの。なんでですね。今度一回ね。そうだね。ねぜひ、うん、あのお呼びしたいですね。ここにも来ていただいてもいいんじゃないですか。ね、割と若い方ですか。僕たちよりは若いです。大体僕たちよりは若いよ、ね、上の人は大体新井武さんとかエディバーンさんぐらい。だからハスミさんとか同じぐらいじゃないんじゃないかなと思う。あ、お友達なの、うん、ハスミさんの。あ、違う。あ、そうかそうか、うん、そういうことなんところですけど、でも、うん、多いですよ最近。だからちゃんと自分で仕事を持ってね、仕事をちゃんとして、うんうん、それで音楽活動もしてるってすごいいい。メリハリがあって ねすごくいいですよね。っていうかね、日本の場合っていうのは、うん、まあ、プロフェッショナルミュージシャンっていうかね、うん、まあ、フルタイムミュージシャンっていうのが、まあ、レコードを、まあ、出して、うん、テレビに出たりとかっていうね、うん、パターンっていうのが多いですけども、やっぱ欧米あたりになると、まあ、パッタミュージシャンっていうかね、うんうん、それが普通になってきたりとかして、タクシーを運転しながらブルースを歌って、うんうん、それが FM 局で流れて、うん、アメリカンドリームを掴むっていうね、うん、それはもう多くの方がそういう風に ね、うん、ねやられてるっていう。と思います。だからこれは
やっぱりその中でこういう、いい曲があったりとか、うんうん、すごい歌の才能があったりとか、ね、楽器の才能がある人がね、うん、やっぱりどっかでまたね、輝くというか ね、そういうね、ことがだんだん増えてくると、本当にもっともっと楽しくなると思いますけどもですね、はい、いかがでしょうか、松下さんあたりは。ね、はい、うんじゃない、いやいや、納得さん、そうだなと思って聞いてましたけど。でも、なんかほら、ここに出てこられる方っていうかね、ミュージシャンの方も、うん、例えば10年ぐらい歌ってなかったりとか、うん、いろんな思いがあって、うん、もう吉田淑子さんなんかね、20年ぐらいね、うん、歌わなかった時期があったとかね、うん、いうこともありますしね。そういうのよく聞きますね。丸山さんもそうだし、大野さんも、丸山恵子さんもそうだしね、それぞれなんかいろんなことがあって、例えば子育てだったりとかね、うん、ありますでしょ。だからやっぱり長くそうやって自分がこう興味を持ったものを続けられるようなね、うん、ことっていうのは、情熱の深さっていうのがね、うん、やっぱり影響してくるとは思うんですよ ね、うん、普通だとほら、子供が生まれたり仕事し、俺だって30過ぎまで音楽やろうとか思ってなかったもん。本当だよ、うん、だからもう30まで うん、やってる人はもう年寄りだとか思ったら、気がついたらもう、それは若い頃ね、若い頃の30歳って大人って感じがして、うんうん、だからもう気がついたらもうあっという間にね、うん、もうこんな風になってました、うん、こんな風こんな風ということでね、松下としみさん今日は何かやりましょうよ。としみさんのね、リバーサイドマイホームタウン聞きたいという人がいるんですよ。あ、いいですね、としみさんの、としみさんのね、うん、もう俺は飽きた、もうかなはもうオラブばっかりやけどね、オラバないやつ、オラブばっかりやけど飽きたっていうねことが多いんですけど、やってみますか。キーをかどんな感じになりましょうか、ね、リバーサイド、うん、あ、やりますか、うん、はい、松下としみが歌いましょうかね、リバーサイドマイホームタウン、はい、よろしいですか。いいですか、はいはい、じゃあ行きましょう。あれ、川が流れてる思い出が流れる、thank you.
はい、松下俊美リバーサイドマイホームタウンっていう、山田さんがなんかすごく微笑みにかけていい素晴らしい歌ですね。この歌は名曲だと思いますね。この歌いいですよね。いろんなところに川があるからね、はい、みんな思い出しちゃいますね。そう、これはね、僕の手なんですよ。手とか薄汚くいやいやせっかく人を騙してどうこうしようと思ってるわけじゃないよ。でも普遍的なものっていうのがね、それはね基本になると思います。愛だとかもそうだしね、そういうものでなかなか難しいっちゃ難しいですよね、でもどこに行っても川があるわけで、四万十川、松下さんの場合はね、そう、四万十川ね、ですね、その話もしましたね、なんかね、しました。誰かテックス、あ、じゃなくてなんかさんも、なんかさんね、なんかさんも言ってましたよね。じゃないね。なんかさん、ね、裏側って言ってましたね。裏側はないよね。俺のふるさとは裏側。裏側っていうのが面白いね。面白いね。そういうね、いろんなゲストの方を迎えてね、こうやって音楽魂、もうずいぶん長くなりましたね。ね、私はでも参加して1年、どれぐらいですか、1年ぐらい、1年ぐらいになりましょうかね。1年っていうことはないよね。もっとなるんだ、もっとなるよ。本当ですか、うん、態度がでかいからね、3年ぐらいいるみたいな、ね、いやでも1年ぐらいじゃないですかね。時々はこうね、出させていただいてたけど、毎回になると、そうだね、毎回になると1年ぐらいでしょ。1年ってことないよ。でも本当ですか、うん、まあ、だって YouTube 見たらね、あれだけじゃないですけど、うん、まあそんな感じ。でもあっという間ですよね。あっという間ね。ね、まこしさんも連日ライブなんですけども、最近はあれですか、その新たなる動きっていうのは何かありますか。なんか結構いろんなとこやってるでしょ。いろんなとこやってる。お蕎麦屋さんとか。お蕎麦屋さんやって、まあそれはもう前からやってるし、で最近だから新しいところも結構ね、あ、そうなんだ、出たりして、ファビュラスも結構入ってるね最近。ファビュラスもそうですね。文京区の文京区ですね。頑張ってますよ、頑張ってる皆さん、行ってくださいね、みんなそれぞれ頑張ってるお店。文京区湯島でしたっけ。湯島、みんな二人ともね、いい子っていうかね、一生懸命やってる。いや若いから、あ、そんなやってる人、そうそうそう、と清水さんもうみんなのお母さんだから、ね、お母さん、いやでもやめて、でもね、おばあさんよりライブハウスもまたね昔とは違って、そう、一時期はなんていうかな、その、そのバンドが好きで、うん、そのバンドが好きで、そのアンプとかそういうのこうがあって、うん、そのバンドをそこのライブハウスで育てるっていう感じのライブハウスが昔あったのね。うん、そうそうそう。で、昔はね、それが一時期になって、その箱貸してなんぼみたいなライブハウスが多くなっちゃって、そうそう、ね。なんか心が通わなくなっちゃって、うん、僕はあんまりもうやんなくなっちゃったのよ、それで。嫌で。ホールレンタルと一緒だもんね。そう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 。だから、企画もんで、若いガキとかね、うん、ガキじゃない、ガキ、をつけてください、おガキとか集めて、ガキさんたちと、ね、そうそう、集めて、それでもうライブハウスがさ、営業する前にもうそのお金が入ってくるようなシステムになってるの。まあね、それがね、気持ちも分かるけど、分かるけども、なんかそれでね、僕あんまりやんなくなっちゃって、だから立ち飲み屋さんとかで歌った方が、良くなったのよね。横浜にいる頃ね。だから、心が通って、なんか通ってやるようなね。でも、そういう時代から今はまたね、出演者とライブハウスの、まあ、やってる方たちのこう協力によって、ライブを盛り上げようっていう動きがね、最近出てきてるような気がするんですよ。そういうとこもね。うん。だから、もっともっとそういう感じでね、出る方もそうだけども、やっぱり お互いに協力し合ってなんかね、助け合って音楽を育っていくっていうね、形になってくるとね、素晴らしいと思うんですけど。そうだ、すごい発表しなくていいですか。何ですか。5月15日の、そういえば。スペシャル5月15日もうすごい面々で、5月15日はですね、赤坂フラットンカンティーナ、これやりますね。そう、ちょっと急遽そうそうね、菊田俊介、ブルース、しゅんちゃんと一緒に、ね、将軍オブザブルース、ね、菊田俊介さんがゲストで ね、で私たち、まあ、高橋誠さん、加納志郎、松下清美で、ドラムが、ごぼう鈴木さん、
それでもう一方すごい方なんですか。あのベーシストがね、うん、あのそうあのシーナンドロケッツ、シーナンドロケッツとか、うん、あと ARB とかもやってたね、うん、浅田くん参加 し,、はい、してくれるようになりました、うん、し久しぶりにねあの僕も会うんですけども、うん、あの本当に楽しみですよね。かっこいいですよね、あの写真見て。うん、浅田君はね、博多時代からね、もうずば抜けてベースうまかってたし、もともとね、浅田君ってのはモッツだったのよ。ああ、そうなんだ。そう。モッツの森山君と、うん、あの、浅田君が最初にバンド、海鮮前夜中バンド組んでたのね。それからモッツになってみたいな感じだったのね。だから昭和っていうところで出てる頃はね、僕も。その頃からの、まあ、友達ですよね、うん、お互いいろいろあったと思うけども、うん、また今回ね、うん、新たな出会いがねありました、ね、いいですね、いいですよね、面白いですよ、うん、きっとね、うん、楽しみ、5月いつですか、来てくださいね、5月15 日, 15日月曜日、赤坂フラットン館で、はい、もうね予約ガンガン昨日発表したんだけど、もう予約入ってるからね。そう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 、昨日発表したんでしたっけ。そう、うん、もう予約ガンガン入ってますね、うん、もうあっという間にもう売り切れになります。お、ね、いいですね。そう、何それ一層ばかりしたいの。いやいやいや、ね、いやそんなすごいメンバーがねっていうかね、一度に集まるの珍しいから、そうだからこれもなんか出会いですよね。そうですね、なんか例えばブルースだったらブルースだけとか、うん、ロックだったらロックだけとかっていうね、うん、出会いってやっぱり音楽魂としてはね、うん、どうかなって思っちゃうんでね、うん、でしゅんちゃんもさ特別ゲストにはなってるけど、うん、もうみっちりやるからね、うん、ワンステージね、うん、そうだね今回ね、まあ、あいいね、はい、2,3 曲ゲストっていうとさ、うん、なんか 2,3 曲やって終わりだろうとか思う人がいるかもしれないけど、うんうん、あのがっつりやりますからね、うん、あの見に来てくださいね、あ、あの楽しみたいと思いますけどもです ね、はい、楽しみにしてますけども、うん、まこしさんの近いうちのライブっていうのはもう毎日ですか。ね、今月はねちょっとあのお休みが多いですが、今度ライブとしては18日になるのかな。18、うん、確かね、俺覚えてないんだよね自分のこと、うん、すごいもんね真子さんちょっと見るね、うん、そうそう18日がね、うん、あの池尻大橋の茶道っていうところで、あ茶道ね、二郎さんと、あ太田二郎さ ん, 太田二郎さんも呼びたいよね、うん、前からも言ってんだよね、本当前から言ってんだけど、うん、前木曜日だったじゃん。そっかそう、木曜日が木曜日は二郎さん教えてんのよ、うん、歌を。ああそっか、だから出られなかったんだよね。で金曜日だからもう大丈夫かね、二郎さんねぜひ呼びたいですからね、お呼びしたい、はいと思います。はい。あ、ですか。池尻大橋の茶道ってみんな出てるよね。うん、どういうとこなの。どういうとこ、割と店自体レストランみたいな。うん、もうちっちゃいところなんですよ。うん、もう10人入ったらいっぱいぐらい。そうなん。でも昔からずっとやられてるでしょ。大げさだったのね。10人は大げさだけど。うん、でもね、昔ノーチェックバーナーっていうフルバンドがあって、そこでボーカルやってた本田さんっていう方がもともとはやってたお店なんですよね。今本田さん引退して、あの、若い女性にバトンタッチしてるんですが。そうなんだ。あ、僕その頃ね、うん、吉田よし子さんかなんかあの、あ、よし子さんもやってるね、多分。うん、伺ったことありますよ。あ、うん、なんかでもこじんまりしてなんかすごくね、うん、いい感じですよね。うん、あ、そうかそうか。うん、今はライブハウスとかっていうのがこうパターンがいろいろ変わってきて、まこしさんもほら、うん、お蕎麦屋さんでやったりとか、うん、ね、うん、やられてるけど、その昔みたいなライブハウスっていうね、うん、あの構えたとこだけじゃないですよね。うん、そうですね。だから割とかえってそっちの方が増えてきてるんじゃないですか、うん、ね、気軽になんか聞けるような、うん、だからそういう方が行く人が選べるじゃない、うん、それもいいよ ね、 そうだね、なんか、うん、僕立ち飲み投げ銭っていうのも立ち飲み投げ銭結構ありますで、ほらミュージシャンもそうだし聞いてる人の方も高齢化してるからいやだから立ち飲み屋で椅子出せみたいな話はちょっと困っちゃうん で、 で高齢化してるから高齢化、ね、普通の若い人が行くようなライブハウスにはね、いらないじゃないですか。そうかそうか、大体スタンディングだし。分かった。あ、そういうのあるよね。ね、疲れちゃうスタンディングは無理。椅子がないと。そうか。あ、そうだ。
もう歌いちゃう、うんうん、6月22日も来てねって、それ言わなきゃ ね、あ、これもまあ先の話ですね、これ音楽魂ボリューム4になりましょうかね、はい、音楽魂ボリューム4、これはねもう決定しております。すごい、汐留ブルームード、これはですね、まあこの3人とあと大野恵里さん、大野恵里さん、嬉しいね、ついにもうジャズのもうクイーン、絶対見た方がいい、みんな大野恵里さん、かっこいいもんね、うん、大野恵里さんで吉田よし子さんと、そうすごいよ ね、吉田よし子さんね、そう前回ほら出ていただいたでしょ、うん、あのお客さんからの反響すごかった、ね、あのね、吉田よし子さんってね、やっぱりああやってその引き込まれる世界にね、ちょっとそういう、うん、自分がこういろんなことがあって歌わなかった時期があるんだけども、うん、今や光り輝いてるよね、ダルシマとギターを持って、うん、リュック背負って全国歩くんだから、まあね、あの華奢な体でかっこいい、ね、体でかっこいい、おしゃれです ね、 ね、もう素敵な方、うん、でね、よし子さんと大野恵里さんの出会いが実はあるのよ、うん、これは当日来た人しかそうだね、そうだ、これはね、実はネタバレしないようにね、ここで簡単にバラす言いません、ダメだよ、もうあのちょっと面白い、ね、そこに、市川ジェームス洋二さん、すごい組み合わせ、すごい組み合わせでしょ、どんどん市川ジェームス洋二さんは、うん、まあ、ストリートスライダーズ、うん、まあ、この間ライフっていうね、うん、あの CD ね、 CD 出しましたけど、うん、いい曲ありましたね、あのね、彼はね、昭和な雰囲気が好きなのよ、うんうんうん、でまあそのロックンローラーってイメージがあるじゃない、うん、じゃなくてね、もっとナイーブなね、昭和歌謡っぽかったかな、いやっていうか歌謡っていうかね、うん、あの昭和もそうだし、うん、やっぱりあの彼の奥にあるものっていうのはね、うん、まあ、深いのよね、そうだね、うん、深いところがあるし、ちょっとねびっくりした、そうでしょ、意外だったよね、あれがね、すってキャッチーでしょ、うん、いいねえ、覚えやすいしね、あれがいいんだよね、もう覚えて私ねえ、あのそれがね揃うっていうね、うん、でまあドラムがね実は、うん、ソウルフラワーユニオンとかやってた、うん、伊藤浩樹さんね、うん、ドラム、西日本漫談、うん、西日本漫談とか、はい、手伝ってもらいますけども、6月22日ね、これも楽しみですよ、ね、うん、よろしく、よろしくお願いいたします、ご予約はブルームードまで、そうそうそう、よろしくお願いします、そういうことですね、もう、6月まで僕その3本しかライブ入ってない本当にいや、いいね、そんなわけでもないんだけど、あのちょこちょこ入ります、ちょこちょこ入りますね、はい、小出しに、もうね、ライブはね、まあ、そこそこに、うん、まこさんなんか行きましょうか、行きますか、うん、いや最近ちょっとね、あの4月からね、いろんな変化があって、まあ、せっかくうちの奥さんも変化があったり、いろんな周りでね、変化があって、私の心の中でもなんかちょっと違うところを見たいなということでね、あのね、教会に毎日曜日に礼拝に行くことにしたんですよ。え、今？今。本当、うん？クリスチャンだったの？いや、クリスチャンではないですけど。うんうん、でもあの幼稚園からね、あの俺キリスト教系の幼稚園だったし、だから毎朝マリア様にねお祈りをして、それで行くみたいなだったんで、なんか懐かしい思いもあるし、僕もね幼稚園の時、うん、あれだよ、そうだな、クリスチャンよクリスチャン、いやクリスチャンっていうかあのミッション系の、うん、昔多かったね、ったのかな、うん、だって俺園長先生の名前覚えてるもん、本当ヨセフ・ベレル、ドイツの方だったと思った、うん、牧師さん、すごい、ね、でヨセフ・ベレルさんっていうのがいて、お祈り行って、うん、家帰って浄土宗だったから、あもう素晴らしいね俺 ね、 ね、何を信じていいか分かんなかったのよ、頼れるものは全て頼った方がいいだから何だったんだろうなとか思っちゃうんだけども、そうね、あのそこは日本人の素晴らしいとこ、うん、全部 OK ですから、うん、世界がそうなればいい、うん、ね、あのね、なん で教会も最近はもうバンド入れてたり、うん、面白いんですよ、音楽いっぱいあるから、で賛美歌とかさ聖歌とかいっぱいあるじゃないですか、うん、でそれをバンドでやったりするの、日曜の礼拝で、ああいいね、うん、もうゴスペル元みたいになっちゃったのね、元みたいな感じ、うんね、そういう意味でも、まあ、ライブですね、ライブね、完璧、なるほどね、うん、
面白いですよ。なるほどね。でそんなことです、うん、あの、うん、この曲結構好きなんですけど、うん、これ何最近ね賛美歌これ聖歌のね464番のちょっと名前忘れたけど、うん、罪とかを許されっていう曲があるんですけど、うん、罪とかを許され、うん、この前これスカガーでやった日本語で歌ってるのに英語あの英語の歌良かったよって言われたんでびっくりしたんですけどスカガーでしょ誰が言ったのそれスカガーの今日は日本語でお願いしますあの英語の曲いい、ね、失礼な、ね、日本語で歌ってるのあの英語の曲これが言葉が難しいからね、うん、そうね、うん、まあ独特の使い回しですよね。そうですよね。歌い回しもあるしね。言ってみますか、はい、罪とがを許され罪とがを許され神のこと成りたがる我が玉の喜び比べうるものなし日もすがら明石さん夜もすがら主を褒め御救いは絶えなわり御救いは屈しと主にまたく従い安きえし我が身に女松屋の歌声響きくる心地す日もすがら明石さん夜もすがら主を褒め御救いは絶えなわり御救いは屈しと主のものとせられし我が身こそ幸なれ感謝なき日は長く賛美なき夜はなし日もすがら明石線夜もすがら主を褒め御救いは絶えなわり御救いは屈しと御救いは屈しと アメン。はい、ということで、罪とがを許され、これレコーディングしちゃえばいいのに。ミスクいいわとちょっとコーラス入れたくなる ね。でも意味が分からない。靴下に聞こえちゃって。ごめん。あのね、ごめんなさい。マジでさ、多分そそさんと同じ。みんな同じこと思ってんじゃねえだろうなここで。靴し靴しげ。靴しき。靴しき。靴しと。靴しと。靴しとだよ。靴下じゃないよ。ごめんなさい。ということでね、あの、あっという間のね、1時間になってしまいましたけどもですね、なんかさっき、あれ、あ、メールファックス。あ、メールファックス、ちょっと来てました、うん、ちょっと分かんなくなっちゃった。はすみさんからいただいてたんだけど。はすみさん、ちょっと、ちょっと読んでください。ファックス、ファックス。さっきはお渡しした。どこですか？あ、そっち入っちゃったかな？いや、ないね。まあ、探してる間に。あ、ちょっと、うん、ちょっと、ちょっとこれ探して。そこの下じゃないかな。いや、ないよ。ない？
これ違うか。この中に探します。はい、はい、ということでね、ミキさんのリクエスト答えてなかったね、うん、それで最後にやりますか。ファニーエンジェルやりますか。ファニーエンジェル OK あ、これ違うか、こうだね。ということで、あ、ファックスありました。じゃあ松下の方から。はい、カナオシロ音楽魂、カナオさん、誠さん、としみさん、こんにちは。久々の金玉、はい、3人の歌声それぞれ聞けますね。好きな歌を歌いまくってください、はい、今日もすがすがしいお天気、良い日をお過ごしください、はい、5月15日、赤坂フラットンカンティーナ音楽魂も楽しみにしています。スペシャルゲスト菊田俊介さん、はすみさん、いいね、ありがとうございます。早速ね、うん、あのファックスいただきました、ありがとうございました。今日はね、じゃあミキさんのリクエストを最後にしましょう、ファニーエンジェルでしたけど、はい、ファニーエンジェルです。ファニーエンジェルいいね、これ今日も
はい、ということで加納芳朗パニーエンジェルをお届けしました、ちょうどいい感じの時間となってしまいましたけどもですね、はい、もうファックスはもうおしまいですか、はい、以上です。ありがとうございました。何か言い残したことありますでしょうか。6月22日、ブルームード、はい、ブルームード、音楽魂、はい、ライブ4、はい、ボリューム4、皆さんぜひ来てください、はい、そうですね、はい、まあ、15日もね、5月19日、まあ、4月19日、5月15日ね、はい、4月、まあ、差し当たって4月19日は横浜で盛り上がりましょう、今月ね、やりましょう、ね、はい、楽しみですけどもですね、はい、また来週ということで、来週のゲストはですね、来週は、おん、いや、来週もこんな、あ、そうそう、こてっちゃんかもね、かもね、失礼します、またね、来週楽しみにしておりますけどもね、はいはい、いろいろ、まあ、Facebook とか ね、いろいろ、あげますのでですね、はい、ゲスト続々ですよ、はい、今度ねまたね、まあ、小手さんもそうです、あの ハーモニカの、ね、小手さん、あと道明寺歴さん、いろいろ入ってますけども、あと、J-WOKE の中村光一さん、おお、うん、中村浩一さんもね、うん、決まりました。あ、すごいすごい、うん、楽しみにして、いただきたいと思います、ね、はい、ということで、音楽魂、終わりたいと思います。また来週お会いいたしましょう。今日の相手は高橋誠と松下利美、キキさんも動画ありがとうございました。ということで来週お会いいたしましょう。 See you next time。 友がいる忘れかけてた想いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。